千早は海上自衛隊の潜水艦救難艦。計画番号は A101。艦名は千早城に由来し、この名を受け継いだ日本の艦艇としては3代目。発足当時の海上自衛隊は潜水艦を保有していなかったが、1954年5月に締結された日米艦艇隊予協定の追加として、1955年1月、 潜水艦一隻の太陽が告示された。これによって太陽されたのが、ガトー級潜水艦、ミンゴであり、黒潮として最終益した。海上自衛隊では、同艦の取得時より、自己発生の際に対処できる、旧内艦の必要性を意識し、諸外国の旧難艦について、研究を重ねていたが、初の国産艦である、親潮が建造途上にあった。 昭和34年度計画で一石の建造が認められた。これによって建造されたのが本艦である。潜水艦救難艦は海上自衛隊はもちろん旧海軍にも前例がない艦首であったことから設計、建造には多くの苦労があった。コスト低減の必要から設計手法は小船構造、船形は二層の全通艦艦を有する車両、艦艦型とされている。 主機関としては、同時期の他の補助艦艇と同様にリサイクル、商用白用機関を採用しており、本艦では、直列6機筒の三菱横浜マン G6Z52-70 ディーゼルエンジンによる一機一軸推進とした。なお推進機には、操縦性を考慮して、可変ピッチプロペラが採用されている。潜水艦救難装置は、シャンティクリア級など、 アメリカ海軍の潜水艦救難艦と同様のレスキューチェンバーを中核としたものとなっている。これはチャールズ・モンセン・少佐が開発し、アメリカ海軍では1930年に正式化されたものであった。同海軍では1939年に沈没したスコーラスの救難において、モンセン・少佐自身の指揮下に実戦投入されているが、 これは沈没した潜水艦から成功理に生存者を救出した最初にして唯一の例である。このシステムでは遭難潜水艦を発見した後にまず4点、経流方式によって救内艦を固定するが、この際に使用する大型の経流布標は煙突前方の両原に搭載されており、鮮やかなインターナショナルレッドの塗装と、 相まって、この世代の潜水艦級難艦の外見上の特徴となった。また怒りは、完備艦ン両源に搭載されており、右舷装備のものを前から1番3番怒り、また左舷装備のものを前から2番4番怒りとされていて、不評にもこれに対応した番号が付されている。レスキューチェンバーは、完備艦ン左舷に搭載されており、また艦チューブには、 その要項用の大型クレーンが設置されている。本艦搭載のレスキューチェンバーは、アメリカ海軍から譲渡されたもので、高さ3.5メートル、直径2.1メートル、1回あたりの、救難人員は6から8名であり、深度200メートルまでの対処が可能であった。門船少佐による発明以来、レスキューチェンバーの運用にあたっては、 沈没潜水艦の状況調査やメーティング支援のために潜水員の活動が必須とされている。また、沈没潜水艦の乗員が減圧症に罹患している可能性も想定されることもあって、再圧タンクが備えられている。収益15周年記念金牌、千葉は第一次防衛力整備計画に基づく昭和34年度、計画潜水艦救難艦船101号艦として、 三菱造船横浜造船所で1960年3月15日に寄港され、1960年10月4日に浸水、1961年3月15日に収益し、クレチ包帯に編入された。1962年8月1日、クレチ包帯霊下に第一潜水隊が新編され、編入。1965年2月1日、 自衛艦隊霊下に第一潜水隊軍が新編され、直轄艦として編入。1985年3月27日、千代田の収益により、特務艦に種別変更され、艦籍番号が ASU-7011 に変更、クレチ隊に直轄艦として編入された。1989年2月28日、除籍。ありがとうございます。